2回目なのでとっても楽しみですし、前回よりもたくさんの人が来てくれてるということを聞いてるので、精一杯一生懸命ライブして楽しい空間を作りたいと思ってます。前回は多分 YouTube とかで聞いてくださってる方々に対して、僕たちが持っているその曲でもってこうパフォーマンスしに行ったんですけど、今回はYouTube 以外でちゃんとこうもう一応リリースされているアルバムがあるので、そのアルバムを持って今回臨めるということで、すごくまた雰囲気も全然違うと思いますし、楽しみです。そうですね、まずは今すごく英語を歌いこなせるように一生懸命レッスンしてるんですけど、これから先何かこう自分が他の言葉に興味を持てば、その言葉も一生懸命勉強して、歌詞にもし書くタイミングがあれば書けたらいいなと思ってます。タイ語でね。さっき難しいって話とばかりです。頑張ります。まだいつかとは決まってないんですけど、でも新しい曲は日々作ってレコーディングをしていこうと思っているので、このアジアツアーが落ち着いたらそれにこうフォーカスを当てていきたいなと思ってます。残念ながら今回はないんですけど、ワイヤレスなんですけど、もともとリハーサルで僕らが使ってたスタジオのケーブルが赤だったんですよ。でそれがすごく僕の中ではなんかライトセーバーみたいな感じがして、なんかちょっと強くなった気持ちがするので、本番でも赤にしてるっていうところからです。今回僕たち2回目のタイでの公演になります。非常に楽しみとともに、ファンの皆さんにね、しっかりと僕たちの音楽が届いていることが、幸せに思っております。これからもっともっと、タイに来る機会を増やして、いいアルバムを作ってまた戻ってきたいと思いますので、これからも応援よろしくお願いします。